霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。日本は平和な国だって言うけど、お隣の北朝鮮からミサイルどんどん撃ってこられて大丈夫なのかしら？うん。当たったためしがないから安心しているけど、北朝鮮は独裁国家でかなりヤバい国なんだよ。独裁国家って、今一つよくわからないの。国の中に絶対的な権力を持つ人がいて、その権力者の言う通り国が回っていくんだ。だから権力者に逆らう者は、即座に処刑されたりするというな。北朝鮮って一部の国民以外は、かなり貧困な生活をしていると聞くけど？うん。寒い中、靴下も履いてないとか聞いたことあるよ。そういう生活の反面、そのトップはいい生活をしているわよね。現在の頂点にいる北朝鮮最高指導者の、キム・ジョンウンさんを見ていると、潤ってる感じがプンプンするわ。あの黒電話部屋の人だ。かなりの美食家で高カロリーなものが好きだと聞くな。体を壊したって言われてた時があったけど、最近痩せたのはダイエットしたのかもしれない。今日はその気になる北朝鮮のキム・ジョンウンさんの内面を、ゼロ意識ヒーリングの藤代治さんに見てもらいました。祖父から3代続く最高指導者の座についた彼の思考や内面など、いろいろと気になるぜ。それでは北朝鮮とキム・ジョンウンさんについて解説をしていくわね。おう、わかりやすく頼むよ。ゆっくりしていってね。北朝鮮という国と韓国はもともと、朝鮮半島という一つの国でした。第二次世界大戦で一時期、日本が支配したのですが、戦争が終わって撤退しました。その後に朝鮮半島を南北に分ける形で、北側をソ連、南側をアメリカが支配することとなったのです。それが二つの国に分かれた発端ということか。アメリカとソ連の対立と、朝鮮半島の二つの国の対立が入り混じってしまったのよ。国同士の対立を深めてしまったね。そこで1948年にスンマンさんが宣言を行い、大韓民国が成立します。それに対抗して、ソ連の後ろ盾を得たキム・イルソンさんが、北朝鮮の成立を宣言しました。ジョンウンさんのおじいさんだ。ここから韓国と北朝鮮という国ができたんだな。そして1950年には北朝鮮が韓国に押し入る形で、朝鮮戦争が始まります。さっきも言ったように韓国にはアメリカが支援して、北朝鮮にはソ連や中国が後押しをしたの。戦争になってしまったら、悲しみや悲劇が深く心に根付いてしまうことになる。いくら元は一つの国だったとしても、身内をやられてしまったら許せないと感じるよ。そこから北朝鮮の独裁国家は今に至るのです。おじいさんの後を継いだのは、息子のキム・ジョン・イルさんで、ジョン・ウンさんのお父さんになります。そして、ジョン・ウンさんはジョン・イルさんの三男ということです。長男じゃないのか？そうなのよ。長男のキム・ジョン・ナムさんは、ジョン・ウンさんの腹違いの兄にあたります。2017年にマレーシアの空港でベトナム人の女性に、猛毒の神経剤を塗られて逝去されているの。おーおーおーつ。そのベトナム人は雇われていて、テレビ番組のいたずらだと聞かされてやった犯行だそうよ。このことはジョンウンさんの指図ではないかと言われています。まさにお家騒動だよ。怪しすぎる。長男の母親は映画女優のソン・ヘリムさんでした。長男はおじいさんが唯一面会も果たしていて、後継ぎとして認められていたとも言われています。じゃあなぜ、長男なのに後継ぎにならなかったんだろう？いろいろと言われているけど、北朝鮮の政治体制に疑問を感じていて、北朝鮮を変えようとしたとか、外国暮らしが長く、北朝鮮の中に自分の居場所を作ることができなかったせいもあるようだわ。そうか。違う国を知ってしまったら考え方も変わるよね。今の最高指導者、ジョンウンの母親はコヨンヒさんといって、大阪出身の在日の日本人だそうよ。彼女との間に次男や三男、そして妹が生まれています。次男のキム・ジョンチョルさんは政治に全く関心がなく、後継ぎ問題には関わりがなかったみたい。お母さんは日本人だったの？日本の食べ物が好きだって聞いたことがあったものな。母親が日本で育った人だから日本文化に触れて育ったそうよ。父親も息子のジョンウンさんもお寿司が好物だったと聞くものね。ジョンウンさんは留学経験もあるみたいだ。10代の頃にスイスに留学経験もあり、ドイツ語、中国語に英語、ロシア語など、数カ国の国の言葉を話せるそうです。そして北朝鮮に戻り父親と同じ大学で学んでいます。その後、後継者は誰かと噂される中、2011年父親の訃報が発表されて、ジョンウンさんは北朝鮮の最高指導者となられたの。霊視の前にゼロ意識ヒーリングについてご説明いたします。藤代治さんのゼロ意識ヒーリングとは、対面や遠隔などで行っている魂のヒーリングなのよ。
おさむさんは生死に関わらず魂と会話をする能力があって、魂の癒しやエネルギーをポジティブに、クリアに持っていくことをされたりしています。魂のお選択だな。それによって人間関係や身体的なことなど、他にも様々な改善を図ることができるそうでヒーラーの育成もされています。魂と会話をするだけじゃないんだ。それ以外にも魂の対話といって、相手の魂を第三者に下ろして対話をすることもあるのよ。魂を第三者に下ろす魂の対話と、おさむさんの霊視のみのゼロ意識ヒーリングがあるということ？そうなのよ。今回はゼロ意識ヒーリングで見ていきたいと思います。今回は霊視ですが、ジョンウンさんとの会話形式にしました。どうして今回は変えたのか？ジョンウンさんがあまりに個性的だったので、彼の性格がより伝わるようにおさむさんに色々とお聞きして、再現してみました。へぇ。今日はおさむさんの霊視だな。楽しみだぜ。やぁ、マリサちゃん、レイムちゃん、今日もよろしくね。よろしくお願いいたします。おさむさんはキム・ジョンウンさんの霊視は初めてではないと聞いていますが？そうですね。前にも個人的に霊視をして会話しています。もう、知り合いなの？魂的にはそうなるね。前に彼が腎臓や肝臓が悪いというので、体をヒーリングしてあげたこともあるよ。おさむさんは体の不調を改善することもできるものね。ところで、ジョンウンさんはどんな方ですか？うん。すごいこともやっちゃうけど、いい意味でも悪い意味でも子供のような人ですね。気分次第ってところもあります。将軍様は、気分屋さんなのはわかる気がするけど、2回目の対話で向こうの魂はおさむさんを覚えていましたか？はい、ちゃんと覚えてくれてましたよ。僕が今回のコンタクトを取った時、ジョンウンさんは最初に、また？と言っていましたよ。ジョンウンさんってそんな感じなんだ。それで、最近の様子はどう？と聞きました。ミサイルを撃ったりしていた時だったからね。何をアピールしてるの？って。超切羽詰まってるんだよね。お金もなくなってきてるしさ。人もたくさんいなくなったし。ミサイル撃ってるのは切羽詰まってたからなの？そうみたいですね。人がいなくなったのは、コロンのせいかと聞きました。そうしたら。コロンは少ないけどいるよ。まあコロンじゃないって言われたら信じるしかないじゃない？いてもいないっていう感じもあるしね。って言っていました。正直な人ね。少なくてよかったけど、ならどうして人がいなくなってしまったのかしら？それに繋がりそうな話ですが、彼は過去に身の危険を感じて世間から隠れていたことがありました。地下のシェルターのような場所を転々としていたみたいです。物騒だな。一体、誰に狙われるの？ねえねえ。それって、もしかして腹違いのお兄さんが亡くなったことが、関係しているの？空港でやられちゃったやつ？もろもろのことは関係しているのかもしれませんね。そういうことがあったので、ジョンウンさんに今は身の危険はないの？と聞いてみたのですが。うん。今は落ち着いてるの。敵だと思う人間を随分と整理したから、キリがないけどね。整理、人事異動みたいなもんだよね。そうよね。それにしても国の中で安心して暮らせないなんて。よくメディアで妹さんの姿も見るけど、兄弟だから信頼がおける関係なのかな、と尋ねました。すると初めは口が重い感じでしたが。まあ、血縁関係だから信頼はしてるけど、真の指導者はあいつだって言われていることに腹が立つ。俺がバカで妹の方が賢いとか言ってる奴がいるしさ。なんか、素直すぎない？いい意味でも悪い意味でも人間味があるわ。僕は、ジョンウンさんは以前から体が悪いと聞いていました。近頃とてもスリムになったので、ダイエットした？とか、脂肪吸引でもしたの？とも聞いてみました。まるでお友達みたいね。うん、ちょっといじった。目的の 80% は体のためにやったこと。そうしないと苦しかったからね。体も軽くなってきたし、ちょっと体調も良くなった。それから、拉致問題にも踏み込んでみました。この問題を解決するつもりはないのですか？と。ないよ。待ってくれるなら考えてもいいけど。考えてくれるのか？彼はこの事柄については、完全にノータッチだと言っています。それでも僕は少し、希望が持てる気がしましたから色々と聞いてみました。拉致された人が近くにいるのかとか、今どうしているのか、とか。近くにいない。それに周りの人間は、僕には本当のことは言わないと思うよ。彼は全くこのことはわからないのね。そして周囲にそれを知っていて隠している人がいるってこと？そうです。彼はおじいちゃんとお父さんがやったことと言っています。なるほど。二人は逝去しているから、その周りにいた人が未だに隠しているってことになるぜ。その上にまだやっているかもしれないとも答えていました。うわぁ、どういうこと？北朝鮮は闇が深すぎる。
僕は拉致問題について、日本が資金援助をしてくれると言ったら、今の総理大臣と話をする気はあるのか、と聞いてみました。話をする気はあるよ。というので、でも、そのお金でまたミサイルを作ったりしませんか、と問うと。そうなんだよね。それについては約束できないから。作る気だな。実はミサイルを作るとかそういうことは、彼が一人で決めていることではないそうです。我々から見たら、ジョンウンさんが一人で全部決めているように見えるけど、実際はそうではないと言います。そうだったの？目から鱗だぜ。彼が言うには、極端に言うと俺は操り人形みたいなもんだから、自分で決められる部分もあるにはあるけど、全てじゃないよ。中国や韓国、そして日本との関係にも踏み込んでみました。中国とはいい関係だし援助もしてもらっているよ。韓国はあってもなくてもどうでもいい国、お金もないしね。日本は文化も好きだし、お金をちゃんと払ってくれる国だから好き。すべてお金ー。日本ともっと話をしていければ、距離も縮まって様々な問題も解決できるのでは？と聞いてみました。距離が縮まるかどうかはわからないけど、話を聞いてもいいと思ってるよ。コロンがもっと安心できるようになってからだね。そしてミサイルをまだ撃つ予定が、今後もあるのか聞いてみました。すると、だってまだあるし。それにはお金かかるでしょ？って言うと、お金はないけど、ミサイルできちゃってるからさ。なんていうものだから、あと何発あるの？と聞いたら、あと、6発。とこんな感じです。できてるから撃つの？ 6 発？花火みたいに簡単に言うのね。この例示は北京オリンピックの前でした。まさか、オリンピックの時には撃たないでしょ？と聞いたのです。中国にはお世話になっているから、控えた方がいいかなって思ってる。でもイライラしたらやっちゃうかもしれない。なんて言ってたのに撃っちゃいましたね。ということは、ミサイル発射に関しての権限は、ジョンウンさんにあるということになるんだが、しかも気分次第だなんてやばいじゃん。そうなるね、ミサイルを撃つ権限は彼にある。それを決めるのは自分だと言っていたから。なので、日本の国土に撃とうとは考えていないよね、と確認してみました。それをやったら終わりだからね。ミサイルも、数撃てばいいってものでもないし、効果的じゃないことがわかった。でも、すんげー切羽詰まったら、やっちゃうかもしれない。やめてー。それをやったら、自分たちがやられてしまうことになるし、自滅するよ、と諭しました。もしもアメリカが乗り出してきたらどうするの？と言いました。彼は、わかってる。それは最後の最後の話。でも、その時は撃つだけ撃ってやろうと思ってるよ。わかってるのにやっちゃうかもしれないなんて。気分を変えて、彼に生きている間に何か成し遂げたいことはありますか？と聞いてみました。金銭的にも豊かで、自立した国になりたいとは思っている。だけど資源がないし、お金に変えていく技能もないから。他の国を誘致して、企業の工場を作ったりしていけば経済が回ってきますよ。とアドバイスしてみました。きっと、誰も来てくれないもん。というので、そのために他の国との話し合いに、もっと参加すべきだと伝えました。すると、そうなったら、ミサイルをゼロにしなきゃならないじゃない。それは怖いから無理だよ。怖いということは、自分たちの防衛のためでもあるのね。だから誰も攻めてこないよと伝えました。正直な話、資源もない北朝鮮を攻めるメリットが何もないからね。彼はそうかと言っていました。なんだかそんな人っているよ。過剰反応しすぎる人とか、自分は強いとアピールのすごい人とか。それで分かってくれたのかと思いきや、彼は、そうなってきたら、やっぱりミサイルしかないと思っちゃうんだよね。だってさ、ミサイルのおかげで国益になることもあるから。でも、入ったお金でまたミサイル作ってたら、結局お金がないままじゃない。国民は貧しいって聞くし、全員が満足に食べられないでしょ？って畳みかけました。以前よりは生活は良くなったと思うよ。もしも誘致をするなら中国とだけど、信用はされないと思うし、知識もないしね。それに自分だけがいいと思って実行しても、周りが反対のことを言ったりひどいことを言うこともあるからさ。周りにいろんな圧力があるって感じね。前までの彼は自分の命の心配しかしていなかったけど、今は国として経済的なことも少しは考えられるようになっているようです。結果的に分かったことは、彼だけが北朝鮮を回しているのではないみたいだな。密かに力を持って行動している人たちがいるってことだぜ。そうみたいです。彼がトップになる前は日本に遊びに来たり、他の国にも行ったりしていてある程度自由でした。その頃のように他の国にも行けるようになって、仲良くなれるといいですねと言いました。ジョンウンさんは、
自分が考えて行動しようと思っても、周りにひっくり返されちゃうんだ。だから他の国に信用してもらえないの。国の中で話し合いがうまくいかないのね。そうみたいですね。そして、最後の方に急に彼は。ねえ、最後にまた、前みたいに体をヒーリングして、死にそうになったら助けてね。俺のこと、見捨てないで。って言ってきました。甘え上手ね。ある意味勉強になるわ、霊夢。いやいや、いろいろと度肝抜かれちゃったな。なので、遠隔ヒーリングしてあげました。頭が痛いと言っていたので転んじゃないの？北朝鮮の医療技術で大丈夫？と聞いたらそれは自分も思ってると言ってました。自覚してるんだ。ヒーリング受けながら彼は。ああ、北朝鮮で生まれない方が良かったな。アメリカ人に生まれたかったよ。というからどうして？と聞いたら、アメリカの食べ物が好きなんだ。と答えました。ハンバーガーとかそういうものが好きだそうです。それはきっと体を壊して、食べることができないからじゃないかしら？アメリカ人なら体も大きいしたくさん食べられると思ったのかな。それにしても本当に無邪気なところがあるね。なんだか興味深い霊視だったわね。おさむさんには子供のようだったし。本当だよ。危険人物なのに妙に素直なところがあって、つかみどころのない人だな。だけど拉致に関しては早く解決してほしいと思うぜ。まったくだ。そしてあの国が、ミサイルや武器を捨て去る日が来ることを祈っているよ。マリサちゃん、霊夢ちゃん、今日はありがとう、またね。おさむさんこそ、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。なんだか、ある意味恐怖でもあったけど、意外な発見があったな。争いのない世界になれるように祈るしかないわね。ところでマリサ、どうしたんだ？桜の季節が来るから急いでるの。桜の葉っぱの塩漬けを探してるのよ。また、変身しようとしてるんだな。今度は桜餅？そうなの。ピンクで可愛いでしょ。春だもの。おしゃれに行きたいわ。確かに、そんなことを考えられるのは、日本が平和な証拠だ。うっふふふ。できるだけ、楽しく明るく日々を過ごしたいわよね。本当だよ。それでは、ここまでお付き合いありがとうございます。また、遊びに来てね。ありがとうございました。